1970年代の初め、日本車はいよいよ本格的に世界に羽ばたき始めた。そんな中で三菱はギャランに熱いムードのスポーツクーペを追加。これを GTO と名付けた。この名前は世界を意識したことを表している。 GTO とはグランツーリスモ・オモロガートの頭文字で、1960年代にフェラーリが 250GTO と名乗ったのが発端だ。 GT レース参戦に向け FIA のホモロゲーションを得たベース車という戦闘的な意味のネーミングだった。全体の構成はギャランに近かったが、思い切ったファストバックと4灯ヘッドライトの強烈な顔つきなど、インパクトたっぷりの姿にはフォードマスタングやプリマスバラクーダなどの影響が感じられた。シンボルカラーの鮮やかなオレンジボディを黒いストライプで引き締めると、確かにアメリカンポニーカー的な味わいが漂っていた。 GTO の上級仕様が MR だ。三菱のスポーツ DNA の象徴として、究極のランエボ8に与えられるまで30年近くも封印されることになる栄光の記号でもある。まだ日本では珍しかった DOHC にソレックスのツインチョークキャブを輝かせた 1594cc の4気筒は125馬力を叩き出し、ドライバーを時速200キロという未経験領域へと誘った。しかしそんな数字よりアクセルを踏み込んだ瞬間立ち込める猛獣のようなエンジンの方向にこそ GTO-MR の存在感が見えた。後に排気量の大きいエンジンを搭載した 2000GSR も登場し、余裕ある低中速トルクによってさらに強力なダッシュ力を誇ったが、野生味あふれる瞬間の切れ味では MR がはるかに勝っていた。Thank you.